はい、どうも、小太郎です。っていうわけなんですけどもね。いや、今回はですね、体重発表ですね。体重発表も忘れてるんじゃないでしょうかね。僕は、毎週木曜日体重発表してたんですけどもね、あまりにも体重が変わらなすぎてね、もうコンテンツとして成立しないとね、ただただお前の努力不足やないかいということでね、しばらくお休みしてたんですけども、まあ、体重ね、ちょっと変わってないんですよ。ほんまにごめんなさい。73回ぐらいかな。それを行ったり来たりしてね、まあ、いつもと同じような感じですわ、ほんまにね。いや、でもこれじゃやばいと思ってね、最近あれなんですよね、週3回ボルダリングやな。まあこれボルダリングなんか、まあそんな有酸素運動ちゃうかも、全然痩せないんですけどね。あ、まあでもちょっとまあ太ってきたなとか、やっぱこれ登りたいなってなった時の痩せるねモチベーションになればと思って週3回行っております。でね、あとですね、登山ですね。登山はもうロケとかなんやかんやけど、ロケない時は週1回行こうかとかね、できたらまあ週2回はきついな、週1回行ってるって感じになっております。でね、あとですね、登山でしょ。で、あとなんだっけな、あ、そうそうそう、あとね、最近あれ通い出したんですよ。そうそう、それに関してはね、プールですね、プール。近くに、まあ、市民プールあるんでね、そこでね、この間プール行ったんですよ。あれ何年ぶりかな、高校生の時、18歳やから、26年ぶりですね、26年ぶりにこうプールに入るっていうね。ほんで、久しぶりに泳いだらめっちゃしんどいっすね、ほんまね。全然ね、25メーター泳ぐのもしんどくても、50メーター泳げなかったかな、ほんま。なんかね、とにかくね、やっぱあんだけね、息を止めて運動するっていうね、行為自体がもう26年ぶりやからね、もうめっちゃしんどかったですけど、まあまあなんか、そんな感じで、ちょっと非効率、なんかこう、ジタバタしながらもね、泳いでたらなんとなく痩せるかなと思ってね、この水中歩行ですね、水中歩行、この前と右と左と後ろかな、ね、このおっさんが昼間からね、行ってるわけなんですよ。この人何やってる人やろうと思われながら、多分やってるんでしょうね。でもそのままそうやって、大体1時間ぐらいプール使ってたらええかなとね。ほんでね、やっぱり1時間ぐらいプールにおったらね、この晩ご飯ですね、こうせっかく泳いだカロリーをね、これまたね、ここで腹いっぱい食べてね、そのカロリーのね、せっかく消費したカロリーをまた元に戻すのも嫌なんでね、その晩ご飯は自然と節制するっていうね、最近ちょっといい形になっております。はい、またね、ちょっと自信が出てきたらまた体重発表コーナーしましょうか。はい、まあそんな感じでやっていきます。はい、まあそんな感じで、ほな、さいなら。